ウエストミッドランドサファリパークサファリパークとは動物の生態を見せる動物園の形態の一つである。多くの場合、動物は動物園よりも開放的な状態で飼育されており、人が車に乗って巡回するようにして動物を観察することができる。サファリの語源は旅、旅行を意味するアラビア語。国内外問わずサファリパーク型の動物園は、 民間資本によって経営されている場合が多い。ゾウや虎などの大型動物が自然の中でのびのびと暮らしている様子を手軽に観察することができるという利点があるが、その生息環境の再現度に関して生態展示の観点からも民間資本という性質上一部に劣悪な施設があるという指摘もある。園内専用の車に乗って観察する。 サファリパークと自家用車をそのまま乗り入れできるサファリパークがある。自家用車の場合、動物によって傷がつけられる場合もある。また、飼育されている動物だからといって安全ではなく、1997年8月に群馬サファリパークで車から降りた入場客2名がベンガルトラに襲われて死亡する事故が起きている。その後もサファリパークでの事故は起きており、 原因は利用者が安易に社外に出たところを襲われるケースがほとんどを占めている。日本最初のサファリパークは1975年に宮崎県佐渡原町にオープンした宮崎サファリパークだったが、1986年に閉園している。ありがとうございます。